それがいかん野郎のコーナーいかん野郎はい、ということでね、今回はどんないかん野郎ネタがあるんでしょうか。あるのかな、はい、今日はね、ないんですよ。ないないのか。今回は残念ながらってんだ、もうやる気ねえな、みんな、あなたのね、ネタをお待ちしておりますので、よろしくお願いしますよ。まあいいんですよ、ない方が平和だっていうことだからね。まあいいんですけども、このコーナーが成り立たないんでね。そうです、まあ、なんかあります。あ、もうごっそり言わせてよ。ごっそりあるよ。もう先週だった、先週前回か、前回全然喋らせてもらってない。その分の鬱憤もたまって、こんなになってて、もうめちゃくちゃ、はいはい、でさっさと言って、あ、さっさと、ね、ちょっと前の話になるんですけどもね、うんうん、もうまあ、9月も末ですけども、まあ8月の末、夏休みの終わりぐらいにね、はい、ちょっとあの友達の家族、子供たちと一緒にね、うん、レオマワールド、レオマワールド、はい、レオマワールドね、ニューの方ですか、ニューレオマワールドですよ。そんな別に古い方と新しい方分かれてるわけじゃねえからね、レオマワールド、夏休み最後の思い出として、うん、ね、ちょっと遠いところまで行けないけども、まあレオマワールドね、うん、四国のディズニーランドですよ、はいはい、ねえ、分かった、いいよ、なんでちょっと説明させてよ、ね、ね、知らない人もいるかもしれないですよね。その夜ね、うん、プロジェクションマッピング、はい、あれ道後温泉とかでもあったし、うん、はい、やってましたね、うん、あれ僕道後で会った時もすごく見たくて興味があったんでね、うんうん、見たかったんだけどちょっと見れなかった、うん、でそのレオマワールド、うん、そのプロジェクションマッピングになるんでね、あ、これはいいじゃねえか、これはもうぜひ見てみたいっていうんでね、うん、でまあやっぱり見るのに別に観客席があるわけじゃないのよね、うん、ああいうのを見るときってね、だからまあまあもちろんこっから入っちゃダメですよっていうところはあって、まあ、そこからはあとは自由にもう、うん、並ぶというかね、するわけだけども、うん、そしたらね、まあ、大体普通さ、まあ、前から順番にね、うん、こう詰めていく、うん、だ前の人って、うん、座るのよね、うん、まあ、座ってる人が大半なんだ、うん、けども、僕らの前の人たち、うん、家族ね、うん、だけ立ってんのよ、ずっと、うん、でまあまだ始まってないからね、うん、まだ始まってないから、まあ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 と思って、うん、で僕はでかいじゃない、うん、でかいから、うん、まあやっぱり邪魔にならないように、うん、ああいうとこに行くと割とこう後ろ目にね、うん、ね、行くのよ、うん、で後ろで立って、うん、一番後ろ、まあ、一番後ろぐらいでも見えるからね、うん、見えるから、まあ一番後ろで、うん、でまあ子供たちいたんで、うん、で子供たち前の方で、ね、うん、やっぱり見やすいと思って、うん、と思って、そしたらその前の方に行かせたにもかかわらず、その前あたりに、うん、斜め前あたりに立って、立ってね、始まる、ま、直前になってもまだどうやら立ったまま見そうだったから、うん、すいません、うん、前の人は座ってくださいって僕言ったのよ、言ったの、バシッて、バシッてやりましたよ、バシッて、そしたら、まあ、その人ら初めなんか自分らのことじゃないみたいな感じの反応だったんで、うん、でもう一回言って、うん、そしたらなんか、まあ、座って、うん、で始まりました。始まった。で、ね、子供たちも、うん、まあ、楽しみに待って、うん、そしたらさ、その、プロジェクションマッピング、うん、テーマが、うん、お化け屋敷だったね、うん、お化け屋敷っていうかモンスター的なこと、うん、なんていうのな、ハロウィン、ハロウィン、ハロウィン的な、ちょっと早いけど、はい、ハロウィン的な感じのやつだって、うん、でプロジェクションマッピングってすごいこうリアルに映し出すじゃない、うんうんうん、そのオープニングがあまりにおどろおどりしすぎて、子供たちが一斉に泣き出した。ね、そんな遊園地のそんな夢の国みたいなところでやるのに、もうちょっと入り口ぐらいね、こう可愛くすればいいのに、ものすごいリアルなオープニングから。でそれまあ結果的に後々はこう楽しい感じのやつなんだけど、入り口がものすごいリアルすぎて、うん、一斉に泣き出しちゃって、もうプロジェクションマッピングどころじゃねえみたいな状態になって、な
なんだよ、まあまあそれはね、まあ、最終的に収まったんだけど、まあ、そこが一つのいかんやろうで、ああいうとこでやるんだから、もうちょっとこうかわいいさ、こうワクワクするようなやつにせないかんやろ、まあ、これ一発目ですよ、で二発目で、それまあ終わりました。で帰ってて、で子供たちも、あ面白かったな、最初ちょっと怖かったけどなとか言って話してて、まあ、小学校と中学校の子たちにね、話してて、あそうだねなんか言って、でそしたらその中学校の子が注意した時に、別に前に行った人が座るなんてルールないのにねって言ってたよって言ってあおかお前はなんてことを言うんだ、そういうのはモラル的なことだろ、別に前に行ったから立っていいっていうルールもねえんだよ、それはお前大人のルールとしてルールとしてちゃんと守らないかんやろ、それをまたね陰でその子供だけに聞こえるように言うのがいやらしくない、もうそれがちょっと腹立ってね、これ二つ目、ね、まだあるまだあるのね、まだあるよ。でまあその時ホテルの建物あるじゃん、レオマワールドでね、ホテルの建物の方で縁日みたいなのをやってたんだよね、そこでさ何射的ゲーム、ね、あって、わこれ懐かしいな、まあこれも道具とかでね時々やってたりするけど、射的ゲーム面白そうだなとか言って、でまあもちろんその景品がね上から下まで1等から5等になって、で「おこれ1等当てたら何が当たるんだよこれ」それと思って、で何だと思うの、夢の国ですよ、ねでテディとポーリーもいる、なんだと思いますか、分かんないけどミッキーマウスが1等の商品なんですよそこはレオマワールドなんだから1等の商品はテディとポーリーでしょうがそれ持って帰って、これどこで持って帰ってもらったのって言って、レオマワールドって言ってもらった何なんだそれ、思い出にもならんだろう、それはいかんでしょう、いかんよ、ほんとね、それ3つ目、3つ目最後さらっといこうね、もうまた手回してるからスタッフがさ4つ目ね、でまあそれはそれで、でジェットコースターあるじゃない、レオマワールドにもさ、で子供たちジェットコースター大好きでさ、もう何回も乗るのよ、でレオマワールドのジェットコースターって目隠しして乗るやつあるじゃない、今そんなのがあるのよ、目隠ししてね、わざわざアイマスクつけて乗るようになってて、だからさらに怖さをね増すっていう、で僕2回ぐらいは普通に乗ったんだけど、まあ3回目ちょっとせっかくね、アイマスクあるからさ、それつけて乗ろうと思って、でそのマスクこう見たら、何が描かれてたの、何が描かれてんの、ミッキーマウスですよなんでそこのグッズをミッキーマウスにするんだ、そこはペディとポーリーだろうが、もうね、もうそういうね、今回はちょっと興奮気味に、もう前回の話せなかった分、もう洗いざれ吐き出しました。ということでね、せっかくそういう夢の国、統一したそういうキャラクターをね、ちゃんと打ち出すように、じゃないとちゃんと思い出になりませんからね、レオマの方聞いてたら、そこのとこちょっと注意していただいたらなと思います。はい。以上、これ何のコーナーだったっけ僕あれだけいかんやろ言ってるじゃないですか、もう、それはいかんやろのコーナーでした、いかんやろ